ザブーン、天使の海から来ました、なぎなみチャンネルのみつきなぎとひさめなみです。今回の料理はね、はい、料理もメインなんだけど、とあるものを使って料理をしていくという特別版です。そうなんです。そのとあるものというのがこちらです。ドーン、ダマスカスナイフ。こちらは海外に眠っている日本未到達の商品を日本に輸入して販売されるペンポントレーディングさんから、ぜひ料理をいつもされているなぎなみさんに使っていただきたいということで、実際に商品を送ってもらい、今回料理に使っていこうと思います。わー、すごい。わざわざ送ってもらったってこと？そうなの、ありがとうございます。ありがとうございます。だから料理動画でバッチリ使ってやろうじゃないかと思って、今回このダマスカス包丁で料理をしようと思ってます。あー、なるほどね。日本未到達の商品輸入してるってことはさ、うん、これもしかしてめちゃくちゃ珍しいやつ？そうなの。ダマスカスナイフ自体はよくあるナイフなんだけど、この商品自体は今月にクラウドファンディングのプラットフォーム幕開けで先行販売されるらしいので、気になった方はぜひチェックしてみてください。してみてください。詳細は概要欄に記載しています。はい。てかさ、ダマスカスナイフって何ですか？じゃあ開けてみようか。お、いいんですか？いきますよ。オープン。おお、めっちゃかっこいい。活かしてるよね。うん、ダマスカスナイフの特徴的なところは、うん、ここにある模様だね。なみなみがあるね。そう、なみなみのね、綺麗な模様が入っていて、うんうんうん、さらに切れ味がめちゃめちゃ抜群らしくて、はいはい、今回送ってもらったこのナイフは、うん、デンマークのダマスカスナイフで、オールステンレスで衛生面にもとても良いらしく、うん、さらにはやっぱね、模様がとてもおしゃれだから、なみなみこれを使って料理をしてるとね、うん、ちょっとかっこいいってなりそうじゃない？あいつできんなみたいな。そうそうそう。確かになるね。これめっちゃ使うの楽しみだね。ねえ、めっちゃ楽しみ。普段からさ、うん、私とか結構料理するし、そうだね、この包丁とかね、うん、使ってね、どんな感じに切れるのかっていうのをね、紹介していきたいと思います。いいね、頑張るぞ。なぎなみ、それでは早速作っていきたいんですけども、はい、今回作るのは、うん、マルゲリータピザとシーフードピザです。うわー、いいね、ピザ。そう、なんかいろんな具材をやっぱ切りたいなと思って。そうだね。そう、いろんな具材が乗ってるものといえば、まあピザじゃないかと。確かに。なのでね、まあ、切りづらい代表のトマトとかね、パイセンゴールね、どうなるのかなと思って切っていきましょう。うん、はい、じゃ早速ね、切りづらい代表のトマトを切っていきます。お願いします。どうなるんだろう、いきます。ストンって切れた。待って、全然取られてない。私の知ってるトマトの切られ方じゃない。向かいろ、やばくない？めっちゃ早いんだけど。ナミ先輩、はい、料理人的に、うん、トマトってこういきませんよね。いかない。皮がだいたいブニュってなるんだけど。ないよね。めっちゃこんな薄いよ。すごいじゃん。こんな薄いの切れるんだけど。いいね。という間に1個切り終わっちゃった。もっとブジャブジャになると思ったんだけど。ほんとにそう。乗らなかったね。ちょっとね、普段使ってる包丁でも試しに切ってみようと思います。うん、大事だよ。ね、うん。どうなんだろう。あ、待って、全然違うじゃん。なんか重いんだけど。あの、ぎこちなさがある。切れないんだけど。でもさ、その包丁もさ、別に悪いやつじゃないじゃん。そんなに違うもん。ほら、だってスッてやってもさ、入るのに時間がかかってる。このトマトが課題だけな可能性もある。そうそうそう、モチベーションの違いがあるかも。いくよ、同じ力でやるよ。オッケー。嘘でしょ。大丈夫、やらせしてない。やらせみたいになっちゃうんだけど。ちょっとさ、なぎちゃん、なぎちゃんやってみてよ。いいですか？うん、でまずは普通のいつも使ってる包丁からやる。うん、ああ、はい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 。まあ、でもいつも通り。なるほど。よし、ちょっとじゃあこっち行かせてもらっていいですか？ダマスカスナイフ。緊張するな。いきます。うん、こんな違うもんなんだ。トマトがね、こんなに綺麗に切れることがね、証明されたんで、はい、もうどんどん具材を切っちゃいましょう。お願いします。この包丁ね、うん、2021年にデンマークのデザイン賞に
ノミネートされたらしいよ。マジ？めちゃめちゃやっぱおしゃれだからさ。すごいおしゃれだね。え、じゃあちょっとブロッコリーの芯とかさ、そう、こいつは難関だよ。めっちゃ硬いよ。今までと柔らかさのレベルが違うからね。もうこの時点でいけそうな気がする。いきます。どうぞ。やばマジ？ええ、ブロッコリーのさ、やばそこって何？茎？え、うん、そんないくもんなの？続いてマッシュルーム、うん、いきます。はい。よし、じゃあ次はベーコン。硬いよこれ。いってみましょう。お願いします。おー、え、めっちゃ綺麗に切れてる。こんな硬いのに？こんな硬いのに。じゃあちょっと行かせてもらっていいですか？はい、どうぞ。背骨を引き抜いて、あ、めっちゃ綺麗に切れたよ。やばー、いいね。すごくない？したらモッツァレラチーズを切りまーす。はい、輪切りね。うん、こう。はぁ、エビさんをいったってください。あ、ね、切れ切れ味良すぎて、いきすぎてるよ。切れ味良すぎた。それでは早速盛り付けていきましょう。いきましょう。チーズの多さは幸せの多さだから。美味しそうだよ。めっちゃ美味しそうじゃん。あ、なんか一気になんかおしゃれ職人になった気分。いいじゃん、ちょっとお花っぽくしたい。せーの、わっしゃわっしゃ。ちょっと真ん中に。かわいい。かわいい。焼いていこう。焼いていこう。スイッチオン。完成！キラキラキラ、めっちゃ美味しそう。今回ね、うん、ピザカッターなんて使いませんよ。チッチッチ。ここにダマスカスナイフがありますからね。うん。じゃあ切っていきます。いけるのかな。どうだ？お、待って、全然余裕な気がする。余裕じゃない？全然余裕だと思う。お、お、あ、いい音ですよ。これで。取れているんじゃない？余裕じゃん。バリバリになってない。え、すごい、めっちゃ綺麗に切れるね。めっちゃいい感じ。なんでも切れるじゃん。すごいね。切れないものあるの？やってみ。やる。ここからこう。おお、ほ、切ったー。すごい。具材まで超綺麗に切れてるじゃん。めっちゃ綺麗に切れてるよ。すごい。じゃあ早速いただきます。いただきます。すごいね。伸びてる。すごいね、チーズそんな伸びるのにさ、うん、めっちゃ綺麗に切れてるね。いや、それなのね。私の歯より切れ味。いや、美味しい、本当によくできた。めっちゃ美味しい。うん、幸せだよ。残りも美味しくいただきます。いただきます。そしてね、このダマスカスナイフ、うん、本当にすごい良かったので。めっちゃ良かった。うん、概要欄からあのちょっと詳細とか見てもらえたら嬉しいです。はい、はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。またね。またね。バイバーイ。バイバーイ。このまま言っていいかな？